こんにちは、板垣です。今日はですね、鍋割山に登ってきます。まあいつもね、丹沢遠野岳に登っているので、まあほとんど登山口も一緒だし、標高もそんな変わらないですけどもね、まあ、ちょっと気分を変えて、まあ、トレーニングも兼ねてという感じですね。だから鍋割山を目指して登ったことは今までないので、一回だけね、鍋割山と遠野岳っていうので初めて行った時かな、ね、もう 4,5 年前になりますけども、それとは違って、もう鍋割山の頂上に行って帰ってこようという、今日はそういう感じですね。まあ鍋割山といえば鍋焼きうどんが有名ですけど、結構今人気で、しかもその営業時間がね、営業時間とその鍋焼きうどんの在庫量出せる量っていうのが限られてる。で、今からの時間、今もう8時、9時前、8時50分ね、今日ちょっと寝坊しちゃったんで遅いんで、鍋焼きうどんを期待していくと多分、残念なことになりそうなんで、まあザックの中にはおにぎりとか入れて来てます。で、今日の、撮影環境ですけども、前回の水垣がまた打って変わって、アクションカム一つですね。まあそんなにそんなに撮らないっていうかさ、短めにしようとは思ってるんですが、まあ、ちょっと変えたといえば、一応 4K で撮ってみようかなというところぐらいですかね。まあ、よく言えば今日は初心に帰って丹沢登っていきたいと思います。行ってきます。で、今日の、服装ですけども、下は普通の長袖 T シャツのベースレイヤー、さらにその下に、ミレーの網を今日は着てます。ちょっと汗かきそうなんでね。ズボンはコロンビアの普通のトレッキングパンツ、そして今着ているシェルは、マウンテンハードウェアのコーヒージョンジャケット。まあ冬用にしてはちょっと薄手のやつですけど、今日はね、あの12月としては異例の暑さになるということで、もう、まあ、登る段階で着てたら暑いんですけど、風がね強かったんで着てっちゃいました。で、帽子とザックはミレーのパルス、ちっちゃいやつですね。今日はだから GH5 とか重いっつっても軽い部類ですけど、ミラーレス一眼とか持ってないんで、これで十分かなと思います。中には、防寒のフリースとか、お水とか昼食、まあ、その他もろもろ基本的なセットは入っています。こっちですね、大倉二股の分岐です。よし、あ、綺麗だな。この間の水垣山よりね、まだこう葉っぱの色が鮮やかさがあっていいですね。装備の話途中でしたけど、あと今日はトレッキングポール持ってます。まあ一通りこんな風に喋ったら、トレッキングポールでガシガシ登っていきたいと思います。そんな感じですかね。はい、二股の近くに来ました。なんか警察の車止まってるな。結構でかいですね。これが普通のんですね。そうですね、みりんとか入ってるやつ。これね、名物のペットボトルボッカですけど、一個持ってこうかなと思うんですけど、意外と大きいもんですね。もっとあの500ミリのペットボトルもあるかと思ったんですけど、1.5 リットル、大体、まあ、パンパンじゃないけど 1.5、まあ、これが一番ちっちゃいクラスですね。なんでこれを、まあ、1本で行かせてもらえるので入らない、あ、入った、こんな感じですね。これならほとんど重さとしてはいつもに比べたら感じないかと思います。はい、鍋割山にはこの
沢を渡って林道ですね。もう一本登れる道もあるんですけど、そっちは今日下山に使ってみようかなと思ってます。あのロープは何のロープだ。これは車を止めるロープですね。ひとまず林道を進みます。あ、分岐がありました、小丸経由の鍋有山と鍋有山直通があります。今日は登りはとりあえず直通ルートで行きたいと思います。ここからね、割と傾斜が出てくるみたいですよ。はい、二股を過ぎてここからね、まだ傾斜緩いですけど登山道に入っていくのかなって感じですね。途中で多分ガクンと傾斜が上がるのかな。また今日も雲一つない快晴で上着は入れません。はい、脱ぎました。よし、行こう。行くぞ。はい、沢をいくつか渡って木道通って、こっからいよいよって感じですかね。うん、ちゃんと標識も出ています。こっからちょっと涼しくなるといいなね。うん、沢を離れて鍋有山に登っていく感じですね。でも久々の沢沿いも良かったから、もうちょっとね沢を味わいながら行きたかったな。ここが最後かと思われます。いや、いきなり登りだぜ。頑張っていきましょう。なかなかの急登を登ってきたら開けた尾根に出ましたね。風が抜けて気持ちいい。はい、約標高100じゃねえや1000メートル前に登ってきました。ちょっと開けた尾根に出てきて風が思いっきりだったり寒いです。でここからもうね富士山も見えますね。いやー、鍋有山のこの尾根ね、まっすぐ登ろうね、なかなか急でいいですね。でもそのね、大倉尾根ほどなんかこうものすごい段差があるとか、木段がね階段があるとかじゃないんで、きつさはやっぱり大倉の方があるかな。ただこっちは途中に小屋とか、休憩するベンチとか全然ないんで、うん、休憩しながら登りたい人にはちょっと辛いかもしれないですね。うん、ちょうどねハーハー言いながら登ってるけど、こうなんか乳酸がたまりそうなこうももに来るような感じは今んとこないかな。うわ、こっから傾斜がグンときますね。じゃあ頂上まで行きます。はぁ、ソーラーパネルが見えた。着きましたね、ほぼ11時05分ですね。よいしょ。ああ、いい汗かいたって感じ。ああ気持ちいい。久々だ。今登山道の修繕をしているところですね。いや、南側は海が見えて、
非常に気持ちがいい。そして西側富士山もちょうどいい感じで雲をかぶってね、雲と雪をかぶった富士山がドーンと見えてますね。今日はね、山頂皆さんね鍋焼きうどんを静かに楽しまれているので、この辺でやりたいと思います。鍋割山久々登頂しました。やったー、うどん食べようかな、やっぱり。そして運んできたお水は小屋の中に置くとこがあったので置きつつうどん食べます。はい、それでは今日は珍しくゆっくり休憩してから下山します。これでもいいですね。下山はちょっとね、登ってきた道と変えて、遠野岳方面向かう稜線の道ですねをちょっと行って、小丸というところで分岐があるので、そこからまた下に降りる、大倉方面に降りる道で行ってみたいなと思います。あんまりメジャールートじゃないみたいなので、気をつけながらって感じですね。稜線を、ほぼ登ってきました。ここ標識によるとここはもう小丸 1341m、 だいぶ登ってきましたね。1キロぐらいも来たってことか。でも分岐はまだもうちょっと先ですね。いやでもこの稜線は気持ちいいですね。上りも下りもあるんですけども、そんなに厳しくないです。向こう見えるかな、これちょうど木に隠れちゃってるかな。遠野岳の山頂も、今見えてますね。この角度がいいかな。ちょっと木と木の間になってますが、尊仏山荘も見えてます。鍋割山から 1.3 キロ来たところでやっと、小丸尾根分岐ですね。ここから向こう側に降りていきます。向こうにはね、注意、こちらの登山道は、遭難の多い道ですと書かれています。通行に十分気をつけながら行きたいと思います。小丸をね10分15分下ってきました。道はね割と明瞭についているし、そんなに危なくはなさそうなんですけど、ここからねちょっと日陰、樹林帯に入っていきます。背の高いところの木の下を行きますんで、ここからさらに気をつけて行きたいと思います。先ほどは樹林帯なんて言ってましたけども、まだまだ結構広い明るい尾根道が続いています。結構下ってきましたね。行く先もこんな感じで明るいです。結構ね、ところどころにピンクテープがあったり、こんな人工物の石みたいなのがあったりして、それほどなんていうのかな、怖さはまだ感じないですね。樹林帯に入って、相変わらず道はねかなりこんくらい細いんですけど、ご覧の通り赤テープピンクテープもついてて、心配になるような道ではないですね。このまま行けそうですね。わあでも細いよ。結構ねこういう標識も割といい感覚で出てくるんで、二股を目指せば大丈夫でしょう。はい、二股まで降りてきました。こっちは鍋割山登るときに使った道ですね。小丸尾根から降りてきた感想ですけども、そこまでね、遭難の多い道とはいえ道迷いとかはほとんど出ないんじゃないかな。もしあるとすれば滑って滑落かな。結構細い道が多くて、路肩からちょっと落ちたら、樹林帯ザーって行っちゃいそうなとこはあったんで、
まあよっぽどね、バランスを崩したりすると危ないとこがあるよってことなのかもしれないです。とりあえずね、明るい時間帯にちゃんと、上り下りできるんであれば、うん、困るよね。でも鍋割山とか遠野岳とかね、行けるんじゃないでしょうか。よし、帰ってきた。はい、ペットボトルのとこまで戻ってきましたね。今回、まあ、鍋割山、まあ、トレーニング目的っていう感じで来たんですけども、結局ね、上では鍋焼きうどんを食べ、そして帰りはちょっといつもとね違うルートで降りてきたりして、なんかそれなりにまた丹沢を楽しんでしまいました。まあ、やっぱり夏とかはね昼が出たりするんであれなんですけど、これからの時期とかね、まあ汗もそんなにかかないし、登るにはぴったりな山だと思います。次回はねもうちょっとこっちの大きいクラスのペットボトルとか持って登ってみるのも楽しいかもしれないです。というわけで今回は鍋割山登山でした。それではまた次の山動画で。